うん、やつは何者だ。母たん、山に天狗が出る。天狗？ああ、天狗さんね。うわあ！柔道部にめっちゃ強い一年入ったらしいぜ。すげえ！矢原君、君やはり飲み込みが早いな。体格差があるのに2回に1回は勝つ。ひろしさん、いえ、藤岡首相、お疲れ様です。その後もかの有名な俳優藤岡弘と矢原幹雄は交流があったと聞く。柔道で組み技の下地を作った矢原は当時打撃技の新興武術とも言えた空手を本格的に学ぶため上京、国士舘大学に入学する。おっすガチ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 。どうした？どうしたも貴様、卒業生はヤクザか警察かという国士舘大学の初日だぜ。不安で何がおかしい。兄貴から教わった空手がどれだけ通用するか楽しみだ。寸止めと揶揄されるいわゆる伝統派空手も稽古では当てていた。今はどうかわからないが当てていた。ん？あれ？先輩、なんか空手部いつも一人で練習してるよな。一年生が強すぎてみんな辞めたらしい。まずい、これでは対人練習ができん。やむをえん、プロの方に協力していただこう。すみません、私国士舘大学の矢原幹雄と申します。我が空手道研究のためお力添えをいただけないでしょうか。僕が入ったらなんかみんな辞めちゃって。はい、ごほう、ありがとうございました。ぎゅー、空手の修行も大事だが学業もおろそかにしてはならん。ひー、はい、決勝。本日から教育実習を受け持つ矢原幹雄先生です。皆さんよろしくお願いいたします。矢原幹雄と申します。なるほど、我が校は校内暴力吹き荒れています。一体どうすれば。交渉してみましょう。どうすれば校則を守る。勝手喧嘩で俺たちに勝てたら考えてやってもいいかな。喧嘩で勝てばいいのですね。うん、やる気か。喧嘩ってのは大学行けるボンボンのお兄ちゃんが想像するような甘いもんじゃないぜ。お先どうぞ。俺を舐めてるのか。いやその後、先生おはようございます。交渉は成功しました。校長先生、せーの、おはようございます。ありがとうございます。矢原は部活とは別に空手の総本山松濤館でジュニアインストラクターを目指していたのだが、おう、お前が矢原か。俺と地稽古しないか。地稽古とは両親の範囲で行う顔面金的何でもありの組手の通称。うらぁ、の、のど終わりだ。何か奴に勝つ方法はないか。今まで学んできたことに見落としは。何が足りない？運
数や基本型を繰り返し反復して矢原は気づいた。それは関節の圧縮と拡張、それは身長反射と弾性エネルギーを利用した爆発的な筋肉の収縮だった。今日も地稽古が希望か。うん、構わないが怪我は絶えんぞ。さあ来なさい。はあ、うウラエッサー、圧縮拡張、はあ、圧縮拡張、はあ、なが肩にある回転技を実際に使うものがあるとは。おおう、同じ予備動作。冗談ウラケン、また ありがとう、強くなったな。今日は俺の乾杯だ。これ以上やったら壊れちまう。こちらこそありがとうございました。肩には奥深く底知れぬ戦いのヒントが眠っている。引き続き修練していこう。これから空手界もスポーツ化が進む。協会の競技ルールも押さえとけよ。俺の空手は実戦では使えても競技では勝てない。大概反則になっちまう。でもお前の空手なら実戦でも競技でもどっちでも対応できる。競技者としてもチャンピオンを目指せ。ありがとうございます。競技化の進んだ空手界では地稽古をやる習慣も減るかもな。矢原美希夫、空手競技者としての戦いが始まると同時に、社会人実業家としても体制していく矢原美希夫。接近時の肘の使い方はこう。おっす社長、次のスケジュールのお時間です。社長、行きましょう。ありがとうございます。矢原美希夫、社会人、要人警護を主とした警備会社 ISS 株式会社を設立。次の現場は村松社長の警護です。ありがとうございます。社長、明日空手の大会です。無理しないでください。政治家笹川良一氏の推薦もあっての開業。空手スキルを生かしきったビジネス。大丈夫でしょうか。いや、ヤクザが影から出てきたり。本当に出た！もらった！皆さんさ！ラは！社長、明日空手の大会ですよね。大丈夫ですか？矢原先生、そのさらしは？冷え防止だ。てれや！一本！ JKA ルール。それはいわゆる寸止めといわれる空手でもあり、オリンピック競技にもなった JKF のルールとはまた別。一本勝負であることが特徴。打ち抜きは禁止だが、実質的には当て止めに近い。試合自体も過激なものが多い。2分技あり2点先取。1本は問答無用で勝ち。決勝のみ5分。はあ！大会に出続ける矢原美希夫、残された記録を見ると2位3位が多い。この結果に矢原美希夫は何を思ったか。それは1位になれなくて悔しいとか、我々凡人が思いつくことではなかった。シャーすい技あり。確かに攻撃を素早く先に当てポイントを取り返す試合巧者もいる。だがこの選手のポイントになる月に決めはあるのか。いや、ない。
相手に触ってるだけだ。中には審判が決めを理解して採点してる場合もある。だが当然そうでない場合もある。実に採点者の主観に左右される。同じ打つ動作でも卓球やバドミントンのスイングは当てれば飛ぶのでスピードだけでよく、テニスや野球のスイングは衝撃を加えないとボールが飛ばないのでスピードと力の両方が求められる。社長、次のスケジュールです。私の空手理念は武術としての空手であり、それこそが私の空手の原点。ぐわもういい、財営から手を引く。分かったから、もうやめてくれ。スポーツ化していく空手界の流れの中で、あくまでも一撃必殺、一瞬の攻防に全てをかける一本技を追求する。私の空手は小手先の技ではない。体全体をフル稼働させて爆発させる大きく激しい動きを特徴とし、稽古では基本、肩、組手の三位一体は決して切り離すことはできない。頭の中の技を基本で鍛え、その鍛えた基本の技、決め、そのものをそのまま組手として使えなければならない。私は信念を貫く。そして矢原美希を競技空手として現役最後の大会、トーナメントもベスト4まで来た。勝ち進んだのは白矢原美希夫、赤香川雅夫。はじめ。前回3勝の関節の圧縮と拡張を動力とした爆発的飛距離によって成し得た先取点かと思われる。シロ、技あり。サシバ、タン、タン。遅かった。矢原は仕留めにかかっていた。攻撃を当ててはいけないルールでとどめ？いや関係ない。矢原にとって試合は実戦を想定したもの。うらー！赤、技あり。惜しかったですね、矢原選手。あのまま懐を固めて受けに回れば勝てたと思いますね。最初の技ありは貴重な技ありでした。そうですね。しかし勝負を度外視して全力で戦う、そこに矢原選手の良さがあります。延長始め。うわー、技あり。勝者赤。ありがとうございました。ありがとうございます。試合では勝てたが、戦いでは明らかに矢原先輩の勝ちだ。一撃必殺、決めを重視した空手、矢原先輩ありがとうございました。矢原美希夫、本大会においては勝た1位の順位も含めての総合評価で総合優勝に輝いた。その後、いやせい、あたんかこら。実戦の動きが組手と同じになった。基本、肩、組手の3位一体、理想の形になってきた。現在矢原先生は世界空手の道世界連盟 KWF 首席師範として一撃必殺の空手を指導。矢原美希夫先生は今も格闘家、空手家、武道家たちに影響を与えている。